東京競馬第6レース3歳1勝クラス牝馬限定戦ダートコース 1400m 16頭が出走いたします。天候は小雨となっています東京競馬場。しかし朝から芝コース量ダートコースやや重も変わりありません。向こう上面の枠入り半数近く収まって今セラドナイトカマチョクイン14番リバートゥルー収まりました。名称コバと向かいます。西のパプルブリリ、そしてレディフォース、今2番のマーゴットレーブが向かいます。収まります。最後に16番シュバルツリーベ16頭収まりました。スタートしました。ほぼ揃いました。好スタート10番レディフォース飛び出しました。内から1番のメーレンタワー並んでかわしていきます。あとはアンスリウム外にセラドナイト内は3番のカマチョクインの体勢3馬身下がりましてリバートゥルーです。さらには追走していきますセイカティターニア内には6番のスペキオサレジーナ3コーナーへ向かって1000メートルを通過。あとは名称コバと上がっていってさらには8番西のパプルブリリ第3コーナーをカーブしていきます。外15番パイアイヤー3、4コーナー中間へ。あとは16番のシュバルツリーベ800メートルを通過していきます。あとはシャウラそして9番のグローリーカフェ後方2頭かなり遅れて11番のリネンマリンそして最後方から2番マーゴットレーブの体勢前は4コーナーをカーブこれから直線コースに向かいます。1番のメーデンタワー先頭です。リードが半馬身そして2番手には10番のレディフォース残り 400m 今通過しました。あとは2馬身差追い込んでくる5番のセラドナイト内から伸びてくるか3番カマチョクイン大外からは4番のアンスリウム足を伸ばしてくる先頭変わった10番のレディフォースレディフォース 200m 通過したそして4番のアンスリウムが追い込んでくる大外からは14番リバートル1番外からシューバルツリーベも追い込んでくるが先頭は10番のレディフォースレディフォースゴールイン2番手は1番メイデンタワーか最後に4番アンスリウムなど差を詰めています。2番手は広がりました。1分22秒8の勝ち時計逃げたメイデンタワーを捉えたのは10番のレディフォースゴール前抜けています。あとは1番メイデンタワーが2番手は確保したか4番アンスリウム差を詰めて外からは14番リバートゥルー16番シュバルツリーベも差を詰めてきています。1分22秒8の勝ち時計上がり4ハロン47秒83ハロン35秒9です。抜けた10番レディフォース快勝です。長岡義人騎手2番手最後横に広がりましたが内1番メイデンタワーかわずかにメイデンタワーが2番手そして3番手が4番アンスリウム最後伸びてきた16番シュバルツリーベが4番手でしょうかそのうちに14番リバートゥルーの体勢リアルインパクト3区レディフォースこれで2戦2勝としましたお兄さんゴールデンバローズというね決闘になります、はい、10番1番4番の最終オーツです3番人気2番人気11番人気の順です単勝10番 7.1 倍枠連1号 16.8 倍馬連1番10番 23.1 倍馬単10番1番 45.3 倍3連複1番4番10番 271.6 倍3連単10番1番4番 1175.5 倍です、はい、3着の4番アンスリウムが11番人気ちょっと人気薄でしたね東京6レース確定までお待ちください